衆院選が近づく中、立憲民主党から東京24区に立候補している有田芳生氏が、自身の XQ ツイッターアカウントでの投稿が引き起こした騒動が注目を集めています。10月23日に彼は、八王子青年会議所の討論会は明日、萩生田光一候補が欠席というので、私も出ませんとツイートしました。この一文が、予期せぬ波紋を広げました。24日、八王子青年会議所の公式 X アカウントが、この投稿に反応し、八王子青年会議所と申します。本日、討論会と記載がございますが、そのような予定はございません。SNS の投稿を早急に削除してくださいと、正式に削除要求を行いました。この要求は、有田氏の発言が事実に基づかない誤情報であると主張するものでした。さらに、萩生田光一氏の選挙事務所も、この騒動に参戦。萩生田事務所です。選挙期間中に誤った情報に基づく投稿をされると、迷惑ですとコメントし、有田氏の発言に対する批判を強めました。彼らは、青年会議所側から連絡があった際に、全候補が揃わない場合は、中止にするとの説明があり、東方が回答する前に欠席者が出たので、中止しますとの連絡があったと、事実関係を証述しました。有田氏はこの一連の反論に対し、これが事実ですとの言葉を添え、自身の選挙事務所の投稿を引用しました。事務所は八王子青年会議所 JC 主催の討論会は、出席者が集まらず中止となりました。その後、YouTube チャンネルリハックから討論会開催の提案があり、有田芳生は萩生田光一氏が出るのであれば出席すると返答いたしました。しかし萩生田氏がスケジュールの都合で欠席するとの連絡を受け、有田芳生も出席を見合わせました。以上の経緯により、東京24区の討論会は開催されないことになりましたと説明しました。このように事実関係の整理や反論が相次ぐ中で、有田氏は自らの立場を明確にすることに努めています。選挙戦の最中において誤った情報が流れることは、有権者にとって混乱を招く要因となりかねません。特に討論会のような重要なイベントに関する情報は、候補者の支持基盤に直結するため、その影響は計り知れません。有田氏の主張と萩生田氏の事務所の反論は、今後の選挙戦にどのような影響を及ぼすのか、さらなる注目が集まります。また討論会の中止は、選挙戦における候補者間の競争が激化していることを物語っており、今後の動向から目が離せません。選挙が迫る中、双方の主張がどのように展開されるのか、注視していく必要があります。